ベルリン陥落は1949年に公開されたソビエト連邦のカラー戦争映画である。日本では1952年に公開された。題名のベルリン市街戦だけでなく、独ソ戦全体が描かれている。全二部構成。ヨシフ・スターリンの深格化,化の影響を強く受けており、スターリンがナチス・ドイツを破った最大の功労者として描かれているなど。 プロパガンダ色が強いため、スターリンの守護は、ニキータ・フルシチョフのスターリン批判からソ連でも厳しい評価を受け、上映されることがほとんどなくなった。鉄工所に勤務するアレクセイ・イワノフは、優秀な工場労働勤務を表彰されて、レーニン勲章を授与される。工場長はアレクセイを称える演説を、小学校教諭のナターリアル・ミアンツェワに依頼する。 演説をきっかけに二人は惹かれ合うが、アリョーシャは思いを伝えられず、スターリンの正体に応じて、モスクワに向かい、スターリンに越見する。帰郷後、アリョーシャはナターシャに思いを伝えるが、そこに、バルバロッサ作戦を発動したドイツ国防軍が、現れて、街を破壊し、アリョーシャは、意識不明の重傷を負う。三ヶ月後、意識を取り戻したアリョーシャは、 友人のザイチェンコから母が殺され、ナターシャがドイツに連れ去られたことを聞かされ、彼女を取り戻すため赤軍に入隊しモスクワの戦いに参加する。同じ頃、ベルリンでは各国大使からモスクワ進撃を称賛されたヒトラーが共産主義の殲滅を宣言するが、ヨードルやブラウヒッチュから進撃を続けるのが困難だと報告され、機嫌を損ねる。モスクワでは、 スターリンの演説を受けた赤軍がドイツ軍を撃退し、赤軍は反撃を開始する。ドイツ軍の撤退に激怒したヒトラーは、ブラウヒッチュとルントシュテットを解任し、自らドイツ軍を指揮する。ヒトラーは、スターリングラードで赤軍を撃滅する作戦を立案し、ゲーリングはイギリス人実業家ベッドストーンから物資を調達する。スターリングラード攻防戦で、 ドイツ軍は、チュイコフの活躍により壊滅し、アリョーシャの部隊は、彼の故郷を奪還し、ベルリンの制圧を誓う。一方、スターリンは、ヤルタ会談に出席し、準備不足を理由に進撃をためらうチャーチルをよそに、ベルリンへの進撃を宣伝する。ヒトラー役のサベリエフとエヴァ役のコバノバ・スターリンは、ドイツ軍が、イギリス軍、アメリカ軍に降伏しようとする動きを察知し、 英米よりも先に、ベルリンを制圧するように将軍たちに指示する。一方、ドイツ軍の敗退に、危機感を募らせるヒトラーは、アメリカ軍と赤軍を互いに戦わせて共倒れ、させようと、偽情報を流すが、スターリンに見破られ失敗する。強制収容所の親衛隊は撤退の足でまといになる捕虜たちを虐殺し始めるが、ナターシャは、 ソ連の勝利を信じ抵抗を呼びかけ、そこにアリョーシャの部隊が到着し強制収容所を解放するが、ナターシャと再会することはできなかった。1945年4月、赤軍はベルリンへの総攻撃を開始し、ヒトラーは総統地下号に退避し徹底抗戦を続ける。しかし、敗北が決定的になる中、ゲーリングやヒムラーたち側近は離反し、 クレープスら将軍たちも反発し、ヒトラーは孤立していく。味方を失ったヒトラーは、勝利を諦め、愛人のエヴァと結婚式を挙げた後に服毒自殺を、遂げる。ヒトラーの死を見届けた、クレープスは幸福交渉に臨むが、無条件幸福以外は認めないと返答され交渉は、失敗する。アリの部隊は、国会議事堂に突入し、赤旗を掲げ勝利を宣言する。 赤軍は戦争の勝利を祝い、スターリンが降り立つ、飛行場に向かう。スターリン参加の合唱の中、ベルリンに到着したスターリンは解放された、世界各地の捕虜たちから英語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ギリシア語、セルビア語で祝福を受ける。飛行場で再会した両者とナターシャは、スターリンの前に進み出て、スターリンの栄光を称える。 1946年7月、映画大臣イヴァン・コルシャコフの指示により、スターリンのお気に入りの映画監督の一人である、ミハイル・チアウレリと脚本家のピョートル・パブレンコが、に引き続き監督、脚本を務めることになった。本作は、スターリンの70歳の誕生日である1949年12月21日の、式典で公開することを目的として制作が、進められた。 本作は、ベルリン市街戦とアドルフ・ヒトラーの死を描いた初めての映画作品となった。スターリンは、ベルリン市街戦の描写に強い関心を示し、パブレンコの脚本に干渉をして何度も書き直しを命じている。スベトラーナ・アリルーエワの証言によると、チアウレリは、スターリンの長男、ヤーコフ・ジュガシビリの死亡シーンを描きたいと提案したが、スターリンに拒否されたという。 撮影にはソ連占領地区のアグファ社で製造されたカラーフィルムが使用されている。カメラテストの結果、安定した色彩を再現できるのはドン天地のみであることが判明し、曇り空の時を伺い撮影を行い、1万人のロシア人エキストラを動員した。ドイツ国会議事堂の戦闘シーンは、議事堂がイギリスの占領地域に位置していたため、ロケーション撮影ができず、 バーベルスベルクスタジオで撮影された。ベルリン市街戦のシーンの大半は戦闘で破壊されたバルト諸国の都市で撮影されたほか、バーベルスベルクスタジオに1平方キロメートルの模型が作成され、第2部の撮影が行われた。戦闘シーンでは、戦闘機193機、4個戦車大隊、路角したドイツ陸軍の戦車45両を動員して撮影し、 撮影中に150万リットルの燃料を消費したという。戦艦、ポチョムキンオデッサの階段ロシアの歴史家、アレクサンドル・プロホロフは、本作がナツスのプロパガンダ映画の影響を受けていることを指摘している。作家ジョン・ライリーも、スターリンがベルリン飛行場に降り立つシーンについて、実際のスターリンは大の飛行機嫌いであり、意志の勝利でヒトラーが、 飛行機から降り立つシーンに影響を受けた演出だと指摘しているほか、ドイツ国会議事堂の戦闘シーンは、戦艦、ポチョムキンのオデッサの階段のオマージュだと指摘している。主人公のアレクセイワノフは、個人として描くことは、意図されておらず、ソ連が求める、模範的労働者として象徴的に描かれており、 青年月日は10月革命の勃発日である1917年10月25日に設定されている。歴史家、リチャード・テイラーは、本作では連合国の指導者の中でスターリンの実が、第二次世界大戦の勝利に貢献した人物として描かれ、他の指導者はスターリンへの追従者、抵抗者として、敵対者のヒトラーは常にヒステリックに叫び続ける。 狂乱者として描かれており、終始冷静なスターリンと対照的な描かれ方をしていると指摘している。また、独祖戦で赤軍司令官として活躍したゲオルギー・ジューコフがほとんど登場しない。これは制作当時、ジューコフがスターリンによってソビエト連邦のモルダビア・ソビエト社会主義共和国に左遷されていたことによる。史実のジューコフは、 対戦中の主要局面で活躍しているが、本作には描かれていない。1953年にラブレンチー・ベリアが粛清されて以降は本作からベリアの登場シーンが削除され、現在流通している DVD にもベリアの登場シーンは収録されていない。ヒトラーを演じたウラジーミル・サベリエフは翌年に制作された映画秘密の使命でも、 ヒトラーを演じている。ヒトラーとエヴァ・ブラウンの結婚式のシーンでは、メンデルスゾーンの結婚行進曲が流れるが、メンデルスゾーンはユダヤ人で、実際のナツス政権下では19世紀のドイツ音楽を大敗的にした、超本人と名指しで批判され、ライプツヒにあった銅像が撤去されたり、メンデルスゾーン奨学金が打ち切られるなど、迫害されていた。 本作に登場する国家の描写には、制作当時のソ連を取り巻く国際関係が反映されている。第二次大戦末期まで中立を維持していたトルコは、ドイツ寄りの国家として描かれており、これは反共の防波堤として西側諸国の一員となったことへの反感の現れである。同様に、反共のバチカンもナチスへの協力者としての面が強調されており、 鉄のカーテンを主張したチャーチルは消極的で卑屈な指導者として描写されている。スターリン役のゲロバニ本作はスターリンの誕生日に上映された後、1950年1月21日にソ連国内で一般公開された。観客動員数は38.4万人を記録し、同年のソ連映画の観客動員数第3位となった。公開当日、 作家のアレクサンドル・スタインは、新聞のコラムで、素晴らしい、指導者と人民の真実の描写、すべての人民のスターリンへの愛の描写と論評した。また、翌22日には、フセボロド・プドフキンも、これは、優れた映画だ。深く壮大なスケール、被写体の大胆で創造的な表現、これまでの映画を発展させた、社会主義リアリズムの作品と論評した。 ソ連当局は、熱心日本作を宣伝し、プラウダでは、歴史の本物の表現と絶賛している。公開後、チアウレリ、パブレンコ、コマロフ、ショスタコービチ、ゲロバニ、アンドレーフ、ケニグソンの7人は、スターリン賞を受賞し、チェコスロバキア社会主義共和国で開催された第5回、カルロビバリ国際映画祭では、クリスタルグローブ賞を受賞した。一方、 ソ連当局は本作に対する国民の反応を監視している。ミハイル・スースロフの覚書によると、1950年3月11日にソ連共産党宣伝部の職員2人が国民から本作の感想が書かれた手紙を大量に受け取ったと報告している。大半の感想は好意的な内容だったが、一部に批判的な内容が 書かれた感想があったとし、そのような人民は生産性の高い労働者には値しないとスースロフは記している。また、ソ連陸軍中佐、エフゲニー・チェルノボグは、泥酔状態で本作を鑑賞した際、この天使はどこから来たんだ我々は、ベルリンで彼を見たことがないと発言したため逮捕され、ラーゲリ送りとなり、8年間の強制労働刑を宣告された。 しかし、1953年3月に、スターリンが死去すると状況が一変する。6月に、ベリアが逮捕された後、チアウレリは、フルシチョフの命令で、モスクワを追われ、本作の上映も停止されてしまう。1956年2月に開催された、ソ連共産党第20回大会において、スターリン批判が行われた後、本作は、上映を禁止され、 フィルムはすべてアーカイブ入りとなった。以後、東側諸国をはじめとした各国でも上映禁止に追い込まれ、上映禁止が解除されたのは、レオニード・ブレジネフ政権下の1970年代後半になってからであり、国外的に解除されたのは1991年に第48回ベネツィア国際映画祭で特別上映されてからだった。東ドイツでは、 本作はドキュメンタリー映画に分類され、平営人民警察の職員は干渉することを義務付けられたが、ソ連での政変の余波を受け、1953年7月に上映が終了した。東ドイツでの観客動員数はかんばしくなかったが、映画配給会社フィルムベルライ社長のジークフリート・ジルバーマンは1959年3月10日に、 ドイツ国民の間に反ソ連機運が醸成されていたためではないかと映画誌でコメントしている。1956年3月、グルジアではフルシチョフに反発する。スターリン主義者が1956年、グルジア暴動を起こすが、ソ連への要求の中に本作の上映を続けることが含まれていた。一方、中華人民共和国では、スターリン批判を行った。 フルシチョフ指導部と、もうト東指導部の関係が悪化し、ソ連への反発として上映が引き続き行われた。1952年に文化交流協会によって輸入されたが、前衛映像等級審査機構は、チャーチルが否定的に描かれているとして、上映を禁止する方針を示した。5月にチャーチルとイギリス議会関係者は、 それぞれ、ウェストミンスターとチャートウェルで本作を鑑賞した。鑑賞後、チャーチルは、ヒトラーが地下鉄に水を流して、国民を殺したのは本当かと周囲に尋ね、歴史家、ヒュートレバー・ローパーは、歴史を神話化したと返答した。外務、英連邦省は、共産主義プロパガンダ映画と、判断するのは、一方的すぎるとして上映が許可され、 1940年代から1950年代にイギリスで公開されたソ連映画の中で最も成功した作品となった。サンデータイムズとロンドンイーブニングスタンダードはそれぞれ評論を掲載し、映画には英米軍の活躍が描かれていないが、これは英米の戦争映画で赤軍の活躍が描かれていないのと同様の理由に過ぎないとしている。 バラエティ氏は、米英の戦争映画に対するロシア側の答え、西側とソ連の緊張の中で、現代的意義を持つと論評した。作家デビッド・キュートは、ニューヨーク・タイムズで、歴史的な相関さと希望的観測の耳を、つんざくようなブレンド、チアウレーリの人生はそれに依存しているかのようだと、批判した。また、キュートは、ヤルタ会談のシーンの歴史的信憑性の欠如に、 ついても批判している。脚本家でアメリカ共産党ハリウッド支部長のジョン・ハワード・ローソンは最高の作品と評価している。ありがとうございます。